井上聡君日本共産党の井上聡です集団的自衛権をめぐる与党協議が始まり十五の具体的事例が示されておりますしかし具体的事例というならばまあ集団的自衛権というものが一体戦後どのように使われてきたのかとそのことの検証が私はまず必要だと思います自民党の石破幹事長は大国の横暴に 小国が連携して国を守るための権利だとこう言われました、果たしてそうなのか、戦後、集団的自衛権が行使をされた例は14あります、主なものを並べてみました、アメリカなどによるベトナム戦争、旧ソ連などによるチェコの侵略、そしてアメリカや NATO によるアフガニスタン戦争、こういう例を見ますと、大国の横暴から小国が連携して国を守るではなくて、 まあ大国による侵略や軍事介入の効実とされてきた合理化をされてきたそういうものではないでしょうか総理いかがでしょうか総理総理じゃあ安倍内閣総理大臣、えー、まあ今例として挙げられているまあハンガリーや、まあ、チェコスロバキアのマスオビト連邦がまあ侵略をしたという例侵攻したという例でございますがまあもちろんソ連と日本を同時 同一視することはできないわけでありますし、まあ、そもそも、えーまあ、集団的自衛権の権利というものは、権利であって、これは義務ではないわけでありまして、えー、そしてまた、われわれはです、ね、このまあ集団的自衛権の行使についても、まあ、制限的にこれは行使できるという考え方を取っているわけでございまして。 そうした活動にいわば武力行使をです、ね、目的として、この手段安全保障においても武力、これはまあ手段安全保障の考え方でありますが、手段安全保障において武力行使を目的としてです、ね、戦闘に参加することはございませんし、そして、手段的自衛権におきましても、個別的自衛権にかかっている制限についてはです、ね、手段的自衛権にもおれかかっているという考え方であります。 井上われわれは考えているとまで言われました、思わず本音が出たと思うんですね、いろいろ今言われましたけれども、過去、集団的自衛権が大国による侵略や軍事介入の合理化につかれてきたと、まあ、このことは否定をされませんでした、これは動かしがたい歴史的事実であります。で、憲法はです、ね、そういう海外での武力行使を禁じております、憲法解釈を変えて、集団的自衛権を行使できるようになれば。 過去のそうしたような戦争にも日本が参加できるようになる。まあ、このことに今多くの国民が不安の声を上げております。まあ、そうしますとにわかにですね、今もありましたけれども、まあ、限定的に行使するんだということが盛んに言われるようになりました。で、安保法制魂の北岡座長代理も、集団的自衛権行使には、6条件で歯止めをかけると言われて、まあ、その中身が安保法制魂の報告書にも盛り込まれました。そこで外務大臣にお聞きいたしますが、この中にですね、 我が国と密接な関係にある外国に対し、武力攻撃があること、攻撃を受けた国からの明示の要請または同意があることというのがありますが、これは集団的自衛権行使の一般的要件だと考えますが、いかがでしょうか岸田外務大臣。えまずあのご指摘いただいた6条件につきましては、この今回の安保法制項のこの報告書の真中で挙げられている条件であります。 あのまあ、政府としましては、その報告書を受けて、えー、今、この与党とも、この政府の方針を決めるべく議論をまあ開始したということでありますので、今、現状におきましては、この集団的自衛権につきまして、何も決まったものはありません。その上で申し上げさせていただきたいと思いますが、この国際法上、まあ、一般にこの集団的自衛権とは、 自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力を持って阻止することが正当化される権利と、返されております。また、その行使にあたっては、武力攻撃を受けた国の要請、または同意が必要。このようにあの国際法上、返されています。こうしたあの、えー、このご指摘の安保法制婚の報告書にあります、そのご指摘の要件につきましては、 このようなこの国際法上の要件について、指摘をされたものと理解をしております井上聡君。まさに国際法の要件を言い換えただけであります、さらにですね、第三国の領域を通過する場合、当該国の同意を得ることというのがありますが、これも国際法の一般ルールだと考えますが、いかがでしょうか岸田外務大臣あの。ご指摘のこの安保法制婚の報告書におけるこの要件ですが、まあ、これは。 あのーまあ、国際法上、一般にまあ第三国の領域内で活動を行うためには、領域主権との関係で当該第三国の同意を得ることが必要である、このように国際法上、上理解されていますが、その点を指摘したものだとお理解しております井上聡君。三つともですね国際法の一般要件を書いただけで、およそ歯止めなどとで言えるものではありません。残る三つはですね その事態が我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があることを、首相が総合的に判断をし、その際、事前または事後の国会承認を受けることということでありますから、まあ、要するにですね、国会の多数で,るであるときの政権が判断をすれば、まあ、可能性があるだけでも行使が可能だと、こういう中身になってるわけですね。ですから、 まあ6つの歯止めでたくさん歯止めついたなと、国民に思わせるような報告書でありますけれども、中身を見ればですね、えー、国際法の一般要件に基づいて政府の判断で行使をすると、ですから先ほど挙げたような大国が軍事介入の合理化として使った時ときと、要件は変わらないんですよ、これでは何も歯止めにはなりません。では,で,はですね、政府は何をもって判断をするのかと、えー、安保法専門の報告は、 政府が総合的に判断する書店として5つ挙げております。まあ、その中の2つ目、日米同盟の信頼が著しく傷つき、その抑止力が大きく損なわれうるかと、こうなっておりますね。先日、外交・防衛委員会で聞きますと、この5つの要件すべてを満たす必要はないということでありましたから、まあ、この1点でも可能になるわけであります。そうしますとですね、日米同盟の信頼を理由にですね、アメリカから参戦を求められて、 日本が果たして断れるのかと、外務大臣お聞きしますけれども、これまで日本がアメリカによる海外での武力行使に反対をしたという例があるでしょうかじゃあ、岸田外務大臣。あのまずですねあの、えー、確認しておきたいと思いますのは、 ご指摘になっているこの条件、これはの安保法制圏の最終報告書において、えー、掲げられている要件であります。報告書を受けて、政府としましてはです、ね、えー、この集団的自衛権を行使することも含めてです、ね、まだこれから議論を開始するということであります。ですから、行使も含めて、えー、まだ何も決まっていないわけですから、えー、この行使する場合のこの集団的自衛権の要件につきましても、えー、これから議論をするということであります。えーそしてあのも もう一つご質問として、えー、アメリカの行動に対して、我が国として、えー、とあの批,判批判をしたことがあるのか等がありましたが、あのちょっと今、あの手元に資料はありませんが、グラナダ侵攻等においてです、ね、我が国が、えー、深い、えー、この懸念を示した。 あ失礼、えーとえーと、1983年のグラナダ波えー、そして1989年のパナマ軍事介入、えー、こうした際にです、ね、我が国は遺憾の意を表明する、えー、こういったあこのおことがあ存在いたします井上聡君。皆さんが報告書に基づいて検討してるから、私は正してるんですね。でごまかしちゃだめですよ、今グラ、グレナダとパナマのお話がありました。 レナダの侵攻の際はです、ね、直後に当時の中曽根総理が理解を示してるんです、そして国連総会でアメリカの侵攻を批判する決議を圧倒的多数で挙げられたりにもかかわらず、日本政府は棄権してるんですね、パナマに関しては批判決議に反対してるんですよ、何一つ反対したことないっていうのが歴史的事実じゃありませんか。総理、日米同盟の信頼っていうのは、自民党政権がイラク戦争を支持し、自衛隊を派兵をしたときの理由でありました。 アメリカはイラクに大量破壊兵器があると主張して、日本はそれをうのみにして支持をしたわけでありますが、実際はなかったと、アメリカはそれは間違いだったと言っておりますけれども、日本政府はいまだにです、ね、このことの間違いも反省も明らかにしてないわけですね。これまでにアメリカのこう,こういう武力行使に一度も反対をしたことがなくて、そして間違ったアメリカのイラク戦争を支持したことに、反省もない日本政府はですね、どうして、 これからアメリカの求めをです、ね、断ることができるのかと。しかもですね、これまでは憲法上、集団的自衛権は行使できないと、こういうことがありましたから、アメリカの要請に全面的に応えることはしませんでした。しかし、行使を容認すればです、ね、もう日米同盟の信頼を理由に、アメリカの行う戦争に参加をすることは可能なるじゃありませんか。しかもですね、報告書はわざわざ地理的限定を設けることは適切でないとしております。これでは結局 何ら限定がないんじゃないですか。いかがですか。安倍内閣総理大臣。まあエダクのサマ、えーに派遣したあ例はですね。これはあの戦闘行動に、えー、参加することを目的に参加したのではなくて、す、え、で、ー、に、えー、戦闘がですね。 終わった段階において、イラクの国の再建に協力をしたということでございます、そして今、私たちが何を検討しているかということでございますが、そこで今、委員からはですね、こうした海外での武力行使にです、ね、参加するのではないかということでございますが、現在の憲法解釈において、 武力の行使の目的をもって、武装した部隊を他国へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛,自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと返しているところでございまして、仮に手段的自衛権の行使が認められるとしても、同様の制約がかかるというのが私たちの立場でございます。 ちゃんと答えてくださいよ、アメリカからのこうした要請があって、日本が断ることができるんですか、限定がないんじゃないいでですすかと聞いてるんですじ,ゃじゃあ、安倍内閣総理大臣。えー、まさに今、申し上げましたように、ですね、えー、そうしたあ、えー、武力行使を目的を持って、えー、武装した部隊を派遣することはできないわけでありますから、れは当然できないということになるのは明確ではあろうと、えー、このように思いますじゃあ、じゃあ井上聡君。 いやイラク戦争でもですね、アフガン戦争でも、国民多数のです、ね、圧倒的反対の声を踏みにじって、国会の多数を頼んで強行したわけですね。そして、しかも憲法、もともと憲法はですね、たとえ国会の多数派を占める時の制限が政権が判断をしても、海外で武力を使ってはならないという縛りをかけてきたわけですよ。そののの縛りをを、ね、解釈を変ええてて壊してしまえば時の政権の判断で限定なく でできるってうことなるといこななんじゃないですか石破幹事長は、ですね言語は情勢によって変わってくると発言してるじゃないですか、小さくんで大きく育てる、それがあなたの考えじゃあ、りませんかじゃ安倍内閣総理大臣。えー、もう今、まあ、繰り返しの答弁にならざるを得ないんですが、今、私が申し上げておりますように、ですね、えー、イラク戦争、あるいは湾岸戦争、そして、えー、アフガン、まあ、アフガンにおいてはこれはあ当初はですね、 これは集団的自衛権の行使で、後に国連の決議が出たわけでございますがあの、いずれにいたしましても、現在の憲法解釈において、武力の行使の目的をもって武装した部隊を他国へ派遣する、いわゆる海外,海外派兵はです、ね、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであるという憲法の解釈は、私たちはこれは当然、そのまま維持をしていくと。 いう考え方のもとに、です、ね、もとに、えー、検討していただいているということでございますから、当然それは行わないということは明確ではないのかと、えー、このように思います井上聡君。海外で武力を使ってはならないという憲法の解釈を変えて、集団的自衛権の行使容認することは、まさに限定ない方向に突き進むことになる、絶対やめるべきだということを申し上げまして、質問を終わります。